追加の書類でちゅ。日曜に仕事が欲しいなんてどうしたんでちゅか。申し訳ございません。こちらもカズサちゃんの素性を見抜けなかった落ち度もありまして、あまり口出しができないんでちゅ。カズサちゃんとスズキちゃん大丈夫でちょうか。所長、カズサちゃんとスズキちゃんのことが気になって休んだ気にならないのでちょ。ここに来る子たちはみんな、言っては悪いでちゅが、落ちこぼれな子たちでちゅ。つまり能力はあるが兵隊として問題のある、人殺しができない子たちでちゅ。カズサちゃんは何者かはわかりませんでしたが、人殺しなどできない目をしていました。戻ってきちゃいました。そんなことしないよ。ただ旦那にだけ話をしたくって。私、旦那を殺そうなんて思ったこともない。ただ、恩返しがしたかっただけ。
だ、外へ。まだダメ、火薬の匂いが近づいてきてる。もう少し頑張って、もう少し。こんな時でも全然慌てないなと思ってね。ピンチが懐かしいなんて変なの。ここに身を隠そう。すぐに見つかっちゃうだろうけど。隠れよう、ここじゃ狙われちゃな。足は大丈夫？かすり傷だから大丈夫だよ。ちょっと。
服を脱げたな。緊迫感で変なスイッチ入っちゃった。なるほどね、びっくりしたよ。よいしょっと、冷たい。少しずつ温まってきた。旦那、覚えてる？昔もこうやって胸で温めてくれたよね。洞窟の中。白髪山。来たね。え？考えてなかったの？え、あ、なんとかなるかなって思ってたから。10人くらい。どうするの？撃たれてたらどうしたの？旦那、後ろ！
旦那は私が守る。おっと、それじゃ前に出て。旦那は私が守る。暗光おろし、上から狙うなんて考え浅すぎ。降参するなら今のうちだよ。